私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつむり。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、かいつむりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。おっさんや、10月27日までに琵琶湖一周するらしいで。間に合うんかいな。10月27日日曜日ゴール式やります。イオンモール草津にて。間に合うかな。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。9月23日、彦根市馬場から出発した安のおっさん。早速ゴミ拾いタイム。ゴミ拾うね、晴天の中。これはあれやな、コークのペットボトル。ちょっとひねりを入れてコークスクリューなんつってちゃゴミよいしょ。これあれからなんか洗剤のなんかパックのプチってついてるようなやつだったな。これ、はいね、でかい丸ってか、わしのこと風かな。風がよいやった。よいしょ、仕切り直してのポイ。はい、ちゃゴミ。3人ぐらい優に抱きつけるぐらいお腹あるから、よいしょ。ください。はい、みんな頑張ってください。ありがとね。あら、7年ぶりに。あら、すごい、おめでとう。入学やった。やったー。安産でした。あー、やったー。めっちゃグリグリやった。元気さをアピールしてくれてるやんか。どうやってるの。どうやってるの。ペケラポポポー。ペケラポポポー。はい、バーコード行っとこう。ペケラバーコード。ペケラバーコード。来た来た。こんにちは。ほほ、あはは。ほほ、あはは。ほほ、あはは。イエーイ。いきなりやったらちょっとしんのすけちゃんがこれなんやって聞いてるけど、これな、笑顔、ラフターヨガやな。笑顔のヨガ。やったはんね。ほいほい。私が描きました。すごい。テクテク美容液で、これは顔になってて、応援も全部顔になってんねや。こないなことできんの。明るなった場がパッと。ありがとう、大きに。これ大事にもらっとくわ。応援をもらい元気をチャージ。安のおっさんゴミ拾いやんや、まだまだ続きます。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。
安野さん SDGs ニュース。安野おっさん拾い箱、今年は東近江市に登場。日本財団海と日本プロジェクトチェンジフォーザブルーの一環として、地域の皆さんの清掃活動の輪を広げようと、安野おっさん拾い箱が設置されることになりました。9月19日東近江市ふれあい運動公園では拾い箱の設置式が行われました。本日は環境美化を目的に人々の自発的なゴミ拾いを後押しするために、一般社団法人海と日本プロジェクト in 滋賀県様から安野おっさん拾い箱が本市に贈呈されますことから、琵琶湖放送様や関係者の方にご参加をいただいております。ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。安野おっさん拾い箱一機、右の通り贈呈いたします。令和6年9月19日一般社団法人海と日本プロジェクト in 滋賀県、東近江市長小倉正清様。こんにちは、キラッタでローリングキラッタで皆さん、もう本当に暑い中毎日ね、ご苦労様です。いやありがとう。でもね、気持ちいいよ、ゴミ拾いながら歩くと。そうですね、東近江さんには多分9月の末ぐらいに到着できるんちゃうかな。ちょうどね、この少し琵琶湖側の道路を、そう、うん、はい、あの東近江さん言うたらほら、あの永源寺のな、あの上のところからお水、まんどころのお茶とかな、有名で、そこからずーっと琵琶湖まで、そうですね、ずーっと琵琶湖まで、うん、届いてくる、ずーっと届いてくる、うん、まあ、大事な C さんやからな、はい、うん、あの今年もしっかり大事に踏みしめて、ゴミ拾いながら歩かせてもらいたいと思ってるで。せーの、よいしょー、てってれー、大顔も自分がしといたでこれなんかキャラメルかなんかのフィルムかな、透明やからつけると思うよ。よいしょ、はい、やがじゃ、はい、カチャカチャカチャ、ゴミケースの中には4種類のゴミを分別して収納できるようになっています。琵琶湖の周辺に捨てられた缶や瓶、ペットボトルなどをこの拾い箱に投函することで、琵琶湖の環境保全につながります。あの東近江市では、あの市民の皆さんと一緒に美化活動をしていることが年に何回かありますので、またその時に啓発に使っていきたいと思いますし、東近江市のこう森里川海と続いてますので、また琵琶湖をきれいにすること、また海にもつながっていますので、あのきれいにすることにつながると思いますので、またあのこの拾い箱を活用して、あのきれいにしていきたいと思います。本日はありがとうございました。海ごみゼロウィーク期間中には、以前寄贈した3つの拾い箱も高島市、彦根市、大見八幡市に設置されました。海ごみゼロ。今日のエンディングはこちら。見逃し配信、寄ってるで、ウェブアミンジュで。